起きたー、ゴーストライダー。ファンキーすぎるわ。彼はずっとバイクに乗ったままなんでしょうか。気になるところです。バイクに乗ってるんだったら使いたいな。かっこいい。ファンキーすぎない？ちょっと、いやすごいな、フロントフォーク長え、かっけえ。タイヤ燃えてるし。なんだ人間ども、今のスタントすごかったな。死後の世界から脱走した時に比べたら大したことじゃない。待ってくれ、死んだことがあるのか。いや見てわからんのか、お前どう見ても死んでるだろう。いや呪われてただけだ。あ、死んでないの。まあ死んだ方がマシだと思ったことは何度もあるが。死んでないならなぜ死後の世界にいたんだ。てか見た目完全に骸骨ですよ。恐ろしい悪魔に引きずり込まれたんだ。最悪の状況だった。だからあの裂け目を見つけた瞬間とにかく飛び込んだってわけだ。この喋り方もうやめていいですか？辛いです。こっちの世界だってひどいもんだけど。あそこを知らないからそんなことが言えるんだ。いつか罪のない者の命を奪うことがあれば思い知るだろう。きつ。じゃあ次行きましょう。あ、エレクトラさん使おう。せっかくだから。かっこいい、早い早いね、さすがくのいち。おっと、急に横画面だな。カメラワークないですよこれ。うわ早い早い早い、さすがボスキャラだけあって早いかもしんない。動きがこれ強いかもよ、エレクトラさん。うわなんかアイスゴーレムみたいのいる。よし、なにこれ、みんな落ちてくよ、みんな落ちてくよ。いいの、落ちていいのかな、あれちょっとわかんないけど、でも落ちたくないんで。わあなんか出てきた。わあ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 、ウォーリアーみたいに出てきた。レッドウォーリアーじゃない、技使ってこう。おおお、すごい切り刻む、至近距離でめっちゃ切ってくね、回転しながら。あこれいいね、強い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 じゃない。ちょっと食らいすぎたな、あの炎。よし、おーおおおお、落ちてきた。これに入ればいいのかな。よし、今度は奥に進んでいくんだ。体力ないな。あ、オッケー、回復。なんか斜めってて嫌だな。お、あの後ろ姿はもしやドクターストレンジじゃない。こんにちは、来た。絶対来たじゃんこれ。ドクター無視されてますよ。大きくなってる。え、逆？逆に広げてるってこと？やめられない。世界が一つになるまで。え、ちょっと待って、何？操られてる系？わあ、ドルマムーにやられてるじゃん。ドクター・ストレンジ。倒せば仲間になるんじゃないか、でも。正気に戻せ。おお、機内爆弾。
かっこいい。あと技は手裏剣。あ、手裏剣めっちゃ投げれる。連打系、連打手裏剣。最後これは、あ、ちょっとちょっと、で最後これ、おお、すげえ強い。ブレイクゲージめっちゃ減るタイプだ今の、絶対。ちょ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 、このビーム強えな。畳みかけろ、もうやっちゃえ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 、もうオッケー。強いな、でもな、ドルマムーム。ってことはこの後ドルマム出てくるってこと？あ、なんか出てきた。何？その汚れた魂を浄化してやろう。これドルマムの具現化したやつ。そんなちっちゃくなかったよね。ドルマムってあの顔がめっちゃでっかいやつだよね。貴様には無理だ。結局まだ戦うんかい。あ、ただドルマムになってる名前が。ドルマムが喋ってるよ。エクストリーム使わなきゃよかったな。ちょっと待って、この弾を壊さないと多分ダメだな。よし、弾行こう、弾先に。うわー、ちょっとダメージがでかい。ちょ、魔法が多すぎませんか。え、この弾何回でも出てくるの。さっき壊したよね、これ壊しましたよ、さっき壊したばっかりなんですけど。ちょっとマジか、めっちゃ出てくるやん。けうわ、もうさ、炎とかビームとかなんかすげえ回転系ばっかりでかわしにくいんだけど。強っ。ちょ、巻き込み、巻き込すぎ。やべえ、ストレンジが強え。ストレンジまでの道のりめっちゃ簡単だったのに、ストレンジが強え。いやー、めっちゃ減る。やべえ、これまずいぞ。やばい、ちょっともうな、もう死んだら蘇らせられなくなっちゃったから、ちょっとまずいよ。慎重に行こう。次のブレイクケージでもう一回エクストリーム行くしかない。うわー、もうすごい魔法が。よし、いけ、3人だけど、決めろ、決めてくれ、いける、よし。危ねえ、危なかった。おい、正気か。大丈夫か、お前。なんか白が増えました。なかなか見事だった。いや、どの口が言ってる、お前。私の専門は不可能を可能にすることでね。操られてたのに。まあいいや、かっこいいから。よーし、ってことはこれで仲間になるか。なんねえ、なってないな。まだなってないね。なんかあのカットインがないもんね。数々の無礼を謝らなくては。謝っても許さねえぞ、お前。ここから出してくれれば全てチャラよ。めっちゃ揺れてるけど、人と会話してるときめっちゃ揺れてるけど、エレクトラ。
ああ、協力する。その前にドルマムを倒さなくては。さっき倒したんじゃ。いや、あんなもんじゃないよね。めっちゃでかかったよね、ドルマムって。いや、さっきのはドルマムーの力のごく一部に過ぎない。奴はこの次元の支配者だからな。ここにある闇の魔力を自在に操ることができるんだ。しかも最悪なことに、待って、これより最悪なことなんてあるの？ドルマムはインフィニティストーンを持っている。持ってんのも。え、それを使って最初の裂け目を開いたんだ。追いかけてきたが、すでに手遅れだった。我々の世界はもうおしまいだ。でもタイムストーン持ってるよ。タイムストーン、タイムストーンをストレンジに渡せばいけるんじゃない？なるほどね、リアリティストーンを使って裂け目を開いてるってこと。おそらくね。奴を止めないと全ての次元が闇に飲み込まれてしまう。 OK、 じゃあドルマムーを止めるんだな。きたー、ドクターストレンジ、かっこいい。ドルマムーの隠れ家に向かおう。その途中で手に入れたいものがあるんだ。 OKOK、 なんか重要アイテムが途中にあるってことね。よし、これで仲間が3人増えたから、あと1人増えたらまた変えていこうかな。なんだ、ここ行きたいのに行けないぞ。また弾を壊さなきゃいけないのかな。弾ありますか？弾。あ、あった。あれかな。勝て。なんか弾壊したのはいいけど、なんか行こうと思ってるところに行ってない気がする。なんかちょっと道順が分かんない。あー、これ戻れないかも、さっきのところ。まあまたやり直すしかないかな。いやー、きつくなってきたな、結構敵が。かっせーなー、紫のやつしか出てこなくなってきたな。よし、あー、きつい。お、下がった。ってことは戻れんのかな。ダーククリスタルズ that we can use to absorb and reflect Dormammu's energy if we can find them。 とりあえず取り逃したところを取りに行きたいな。ちょっと一回戻っていいですか。この上取りたいんだけど、これがね、弾壊さなきゃダメっぽいんで、後ろ側にあるのかな。こっち側に弾あるかな。あった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 、これだ、絶対これだ。 OK、 壊した。よし、 OK、 これでさっきの上も取れるはず。よし、いけるね。 OK、 よし、進みます。ダークアイエス8で敵のエネルギーを攻撃吸収。ああ、これってこと。ああ、すごい、吸収できる。吸収して投げる。おお、すごい、壊れやすい。おお、あ、これじゃあドルマム戦で使うってことかな。ぽいよね。敵からも落とすから、これ投げつけるんだな、きっとな。おお、進むね。今度は上視点。これ持って、ほいほいほい、で投げる。外したわ、多分外したわ。あ、でも死んでる。ここも行けない。行けるとこないぞ。こっちか。
あった。これ持って、これをわざと受けて投げる。おお。ちょっと外したでも。これを当てなきゃいけないんだよね。よっ。おお。激しい。ちょっとこっち行ってみようか。お、こっち来た。よし、じゃあこれ壊して、よし倒したー。でこれ壊して、オッケー。で、あ、こっち3つもある大量。オッケー、ギャラリーアートも手に入った。やった。なんか分かれ道があるようで、しっかりやっていけばほぼ一本道だね。変わんないわ。さよなら。よし、オッケー。うわー、すげえ爆発する。あれ放置しても爆発なんだ。で、これどうすればいいんだ。丸い玉がどこにあるのか分かんないんだけど、こっちか。あった。よし、倒したけど敵増えたな。増えちゃったな。あとこの弾壊せばいいのかな。やべやべやべ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった、落ちちゃったよ。落ちちゃったから上登ってこうか。で、あー、すぐ落ちる。何回やるねんこれ。よし、オッケー。あとはもうこいつらを壊して倒せば OK と。このエレクトラのこの下の必殺技、このブレイクゲージの減り半端ないわ。すごいブレイクしやすいね。お、なんかもうちょっとでつきます感出てない。はい、隠し見えてました。そろそろつくんじゃねえかすげえ見にくいんですけど、どうなってるんですか。酔いそう、気持ち悪い。はいはい、感覚まで変えられてるんだ。確かになんか重力っていう概念が今ないもんね。うわー、ボス戦じゃん。絶対いきますよ。着いた、ロッキー。え、